はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ステイトオブディケイ2の続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、この町に攻めてきた、極悪集団、バイオレーターズとの戦いだったんですけども、でいよいよですね、最終ミッションという形になったんで、前回ですね、キャンセルをして、次回に持ち越すための準備をしたんですけども、あれをキャンセルするとですね、また、リーダークエストを1からやり直すみたいな形に、なってしまいましたね。で、録画外で進めて、で、これからいよいよ決着っていうとこですね。では、準備は万端だと思うんで、行ってみましょう。最終ミッション開始。よし。ちょっと。ここだ。どっから入るんだこれ。え？ブロータ、ブロータ。危ねえ。待って待って。食らってる食らってる。あ、じゃあちょっと。待って、いきなりこれは痛いな。回復。バレてる、保安官を歓迎してあげてください。もう使っちゃおうかな。セントブロック使って いるな。私はこの町の法律。いやー面白い。保安官のクエスト一番面白いんじゃないかな。あ、やべ。スクリーマーが。スクリーマー3匹いるな。ちょっと待てよ。入っちゃうか。いやーでも、外にやっつけた方がいいな。
やばい。セントブロック使ってるけど、大丈夫か。スクリーマーも大丈夫なのかな。あ、大丈夫っぽい。よし、これでうるさいのはいなくなった。いるな。投げちゃおう。待て。ファイアインザホール。やばい、ゾンビ寄ってきちゃったな。あ、なんだ、な、何やってんのお前。消しね。お、倒した。Who says violence doesn't solve problems? Well, that's that. This town is now officially outlaw free. Yep, I sure do like the sound of that. なんか転んでましたよね。よし。そして味方、敵側の味方がいっぱいいるのかと思ったら一人だけでしたね。I know it took a lot of hard work to get here. A lot of sacrifices. It makes me think that maybe we got a chance after all. Hell, if we work together, we'll have our world back in no time.でもこれはナイトメアゾーンまでしか使えないですからね。結局難易度上げると使えない。で OK ですね。うん。続ける。はい。では、今回はここまでですかね。で、次回、また難易度上げて、次は司令官ですか、お姉ちゃんをリーダーにしてやってみようかなと思います。はい。ではご視聴ありがとうございました。